いやー、鍋の美味しい時期ですね、今。鍋ですよ。それは何が、どういう鍋がお好きですか？まだ今期はね、ええ、すっぽんはまだ行ってません。すっぽんは行ってませんか？フグ、ハリハリ。ハリハリ。行きました。あー。クジラ。クジラ。クジラ。ハリハリは、あれはでも大阪だけですよね。大阪だけですかね。でも、いや、横浜界隈でもやってましたけどね。あ、そうですか。なくなってましたね。僕は大阪でしか食べたことないですね、ハリハリ鍋は。あーはーはー。はい、でもなんか噂によるとハリハリが入ってると、はい、ハリハリ鍋と言うそうですね。あれ水菜でしょ。そうそう、あのそうね、あの尖ってる方のね、あのペラみたいなやつ、 あれが入ってればもうハリハリやっていいですね。何でもいいんですって。そういえば僕が行った時にね、なんかハリハリサラダってありましたよ。あ、そうそうそう、あのちりめんじゃこの、カリカリに揚げたやつがこうやってかかってるやつですね、うん、そう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 、ハリハリ、うん、すっぽんは僕は大体月1は行ってますね。うそ、そりゃ元気なはずだわ。コラーゲンがいいって言うんだよ。あの、千葉で飲んでる。え、千葉飲んでます。クッと千葉飲んで、あの肝のとこもクッと肝言ってますね。あらら、ギンギンだわ。あと好きなのは、あと、あのちゃんこですね、僕は。ちゃんこね、僕の知ってるところでね、あの、ネギシっていうか、ウグニスですか、あらら、日本でね、美味しいちゃんこあるんですよ、玉数っていうの。このちゃんこはもうたまらないですね。あ、そうですか。一回誰か連れると絶対必ず行きますね、そこは。もう鶏と、うん、と野菜だけしか入ってないんですよ。鶏と野菜だけ。え、余計なもん入ってない。ニラがきっちり入ってましてね。ね、翌日の便がまた綺麗に、ずーっと宿便まで出してくれて、バキュームの代わりしてくれる。いや、それはすごいですね。いや、ちゃんこといえばね、玉帰り駅って広尾の駅の近くにあるの知りません？あ、僕どこなんですね。ちょっと奥まって上がってるんですけどね。はい、上りが立ててありますよ。玉帰り駅さんへ、アルフィーっていう。そこは美味しいですか？そこはね、フジテレビの関係者が多いんですよ。ああ、業界が。だけど、そこは何でも入ってますよ。ベーコンから、お揚げさんから、うどんからも、最初からもドンって出て。何でも入ってるんですか？お手軽。あ、なるほどね。で、あと何でもありますからね。あと、あの、鹿児島行って、ええ、黒豚の豚しゃぶ。うまかった。それは知らないですね。豚しゃぶ。豚しゃぶ。バラ肉ですよ。ええ。出まして。これも、それ何つけるんですか？ニンニクかなんかで、ごまニンニク。いや、ポン酢で。ポン酢で、さっぱりと。水炊きで、ポン酢で。で、あとも好きな野菜も、小松菜からニラから、でそれこそ水菜から、もうネギからもうゴンゴン入れて。で、最後はおじや。おじやですか。あとね、ホルモン鍋ってあるんですよね。はいはいはい。韓国のあの、家庭料理で。はいはいはい。これまた真っ赤。かなスープです。そこにまたニンニクスライスとニラをダーッと入れてもらってですね。最後には今度はうどんですね、これ、うどんを。うどん。真っ赤なうどんを。これまたうまいですね。いいでしょうね。鍋の話は随分持ちますね、これ。鍋はもう、夜鍋しても。夜鍋しても、なるほど。大丈夫です。大阪行った時にね、牡蠣鍋。牡蠣。あの、土瀬鍋ね。土瀬鍋。これはうまかったですね。牡蠣もよろしいな。これからいいですね、今はね。鍋、鍋。鍋、鍋。じゃあ、そろそろ行きますか。ファッターワンダフルレディオ、ジュリケン。澤田さんはすごく、なんかこう、豪勢な、メニューの鍋を召し上がり、そして、志村さんは、すっぽんは行き過ぎじゃないかなって思ったんですけど、月1回は行き過ぎですよね。定期的に行った方がいいんですって。これ、一番もう、贅沢鍋ですよ、すっぽんなんて。高いんですよね。高いよ。定期的に行くと、どこにいいんですか？いや、全部いいですよね、もう。あの、お肌ツルツル。女性もじゃあ食べた方がいいんですかね？女性にいいんですよ、だから。加納姉妹はもう、すっぽんはもう週1回とか行ってますからね。本当ですよ。不可能なことが可能になっちゃう。可能し、で可能姉妹、こら。どうなんでしょう。いや、ここまでうまいですよ。飽きないですもん。あ、食べたことないですよ。使えたなと思ったらそれいきますね。いや、いろんなね、すっぽんでもあるんですけどね。やっぱり、何千度っていうね、鍋が。高温でね、煮込むんですよ。だから水炊きみたいなだとね、そんなに美味しくない。何千度？すごいですよ。うん。普通のお鍋とは違う鍋ですか？土鍋の中にね、銅線が入ってるんですよね。なんかね、銅線が入ってて、すごい温度になるようになってるわけ。冷めないし、その台がね、木の台でこう、ガバッとはまってくるんでね、もうちょっと熱いから。そうそう。で、その木の台のところを持ってくるんだけど、木が焦げてるぐらいですよ。で、なおかつ火がないのに、ブロ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 って言われて。それもう猫舌じゃ絶対食べられないですね。まあね、あれ京都の大地ってさっけ。そう、大地。あそこそうですよね。ものすごい朝、昼4時から始まって7時にはもう終わるっていう店。早いですね。すごいとこです。人気なんですか、うん、そうそう。ちょっとそこはお高いですよ。お高いけど、どれぐらい予算見てれば。1人2、3万。え、
鍋だけですか。飲むと2人で8万コースぐらいですかね。うわー、家賃より高いですよ。家賃より高いって現実だ。それと同じ店が赤坂に佐久間っていうのね、はいはい、料亭で、そこも大体いいお値段しますね。チーンっていう感じですか、うん、でもちゃんと個室でぐらい料亭ですから、ここは。あ、そうかそうかそうか、うん、1回でいいからスッポン鍋食べてみたいな。それも値打ちあるねえ。なんか美味しそうですね、うん、そんなわけで今日の BGM は紙風船の冬が来る前にでお送りしました。それでは自力健康週もスタートです。